日本ラグビー代表のオフィシャルパートナーでスポーツアパレルブランドのカンタベリーが行ったイベントには日本代表選手10人が登場。参加した小学生らは持ち上げられボールをキャッチするラインアウトといわれるプレーを体験したり、選手からユニフォームにサインをもらうなどして満足そうな笑顔を浮かべていました。ラインアウトをしに行きました。持ち上げられてみてどうでしたか？結構高いしキャッチもできて嬉しかったです。めちゃくちゃ楽しかったけど高かった。ラグビー日本代表は明日札幌ドームでイタリア代表と対戦します。